どうも皆さん、壁デュエル優勝候補リュウです。さあ本日なんですが、ジェムナイトクソゲーをね、久しぶりにやっていこうと思います。これね、デッキなんですけども、あの大元のギミックね、あのディスコードでお魚屋さんっていう天才構築家がいるんですが、お魚屋さんからあの教えていただいたギミックでございまして、このレスキューラビットが追加されたことによって、あのジェムナイトが先行アンケル一応できるようになったんですよ。またあの結構難しかったんですけど、コンボパーツ一応4枚です。先行でコンボパーツ4枚っていうね結構パワーワード。あのウサギ、異次元からの埋葬、それからジェムナイトフュージョン、そしてオブシディアっていう、この4枚が揃っていると、ワンキルができます。先行でワンキルができます。はい。でまあコンボ流れというか、まあ、コンボの流れというか、ソリティアの流れというかは、まあ、実際見ていただいた方が早いと思うんで、そっち見ていただければなと思うんですけども、説明するのすげえめんどくせえから。で、動き方としては、基本的にそのラビットが、要は1枚が2枚になると、爆破道っていうカードなんで、これで、ジェムナイト、ラプスを出してきて、でラプスとオブシディアうまく使って、こう、除外ゾーンとかをぐる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 しながら、リバイエールで回収したいのかもしれない、戦っていくっていう、そういうデッキになってますね。はい。ラプスの効果、これリミット1なんですよ。リミット1なんで、あの1枚しか入んないんですけども、こいつをこの先行ワンキルでは3回効果を使うっていう、どうやってやればいいかっていうのは、あの実際のデュエルをご覧いただけながら、あの見ていただければというふうに思いますので、早速やっていきましょう。これがクソゲーオブザイヤー受賞デッキだぜ。デュエルスタンバイ。まず先行は OK、 先行はもういいや。先行 OK でバランス、はい。あーカップゲーだこれまたカップオブエースか。もういつになったら成功すんだよこのデッキ。ジェムナイトラピスラズ、はいはい。でカップ打ってジェムナイトフュージョンかなんか引いてきていただけるととてもありがたいんですけど、あれこれ来たよな。あれジェムナイトフュージョンとウサギとオブシディアと玄米いけるわ。ちょ、間違えるなマジで。あとは操作ミス、操作ミスだけだぞ。オブシディアとジェムナイト、ラピスラズリーで融合を召喚で、ジェムナイト、ラピスラズ、ジェムナイト、レディ、ラピスラズリーで、オブシディアの効果、オブシディアの効果によって墓地のラピスを特召喚、ソリティア王に俺はなる。ジェムナイトフュージョンの効果を発動、もちろんオブシディアを除外して、これで、リヴァイエール、虚空海流、リヴァイエールを特殊召喚。虚空といえば、あの、虚空の魔術師、そろそろ来てほしいですね。ブラックマジシャン強化ってことで。あいつくらいだったら、幻想やばいけど、なんか虚空くらいだったら許されんじゃねっていう話ありません？で、ジェムナイトラブリー、ラブリーって何や、ラブリーって。で、ジェムナイトオブシディア。で、ラプスラズリーの効果発動。これで、こうして、よし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 。で、ラプスの効果を発動、ジェムナイト、ラピスを回収で、暴よっていくで、これで、ジェムナイトフュージョンをぶちかましていく。ジェムナイトフュージョンぶっかまし、ゆえエグジットになったわエグジットになっていく。で、こうしてジェムナイトレディブリリアントダイエを特殊召喚、そしてジェムナイトオブシディアの効果発動、これでラプスを墓地から特殊召喚、そしてジェムナイトレディブリリアントダイエの効果。これさ、あのいつもさ、あの特殊召喚とか言ってんじゃん。俺ね、言ってるんですけど、ちょっと待って、マスターライヤー、仮面ライダードライブ世代じゃないんですよね。見たことないのに言ってるっていう。すいません。で、ジェムナイトマスターライヤーの効果。ラズリー墓地送って1500バーン。さあ、残り1000だ。もう1回出せばいいんだ。あとは、もう1回ダイヤを出したら勝ち。こうして、で、こうして、はい。で、こうからの、ジェムナイト
フュージョンを発動。ジェムナイトフュージョンの効果によって現れる再びジェムナイトマスターダイヤ、ほいほい、ドリアこれがさ、どんだけソリティアする。残り時間52秒、やばい時間ねえ。異次元からの埋葬の効果発動。玄米によって墓地の、あ、じゃなくて除外されているモンスターを墓地に戻して、やばい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 、ちょっと飲みよう、46秒、やばい時間ない時間ない、急げ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 、ジェムナイトレディラピスラズリーとなっているダイヤの効果によって、危ねえクソ危ねえ、時間マジでねえ。高校はマジで無理、これほんと専攻か高校か選ばせろや、マジでルーム戦ぐらい。おい聞いてるかコナミ、さあ先行これね、ダーカップして無理、コンボパーツ取ってない。さあやっと先行きた、あーワンチャンある、ワンチャンある、ワンあるワンあるワンある。だからこれ表出せばいいんだな。レスキューラビット効果増、レスキューちゃん効果によってジェムライトラピス2体、これもうやれるところでやろう、圧縮圧縮して全部圧縮した後にやろう。ジムナイトフュージョンの効果増で、リミット1出していく、リミット1出していく、でこうして、はい、でラピスラズリー先生出して、でオブシディアの効果発動を、はい、でジムナイトフュージョンの効果発動を、はい、でこうしてで回収で、こことここでエクシーズしてリバイエル、はいはい、いいですよ、今のところいいですよ、今のところいいです。でリバイエルの効果、リバイエルの効果によってオブシディアを特殊召喚して、でラピス効果発動して、これだいぶ絞ったよ、これで異次元からの埋葬しばいだから俺で、ラズリ効果オッケー、行こう、行きましょう、魂の活力せよ、カッポベ